ソムリエ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリエの哲也とスーパーソムリエの小野塚です。よろしくお願いします。来ました、はい、修羅場、ワインの定期便マリアージュのコーナー、10月第1週締め、一発目はインテカベルネソービニョ、ヴィンテージが2017年ですね。ロダイ、こちらに合わせるマリアージュを考えていきたいと思います、うん、いやこれ美味しいですよね。美味しい。あのね、ワインはうまいんですよ、うん、ワインはうまいんですけど、これに合わせるんでマリアージュがまあなかなか、ね、大変でしょうね。やっぱりそう、なんか一番大変そうなイメージではありますよね。そう、正直ね、一筋縄ではいかないなっていうのがやっぱりね、分かっちゃってるのがね、このね感じですね。ちょっとじゃあ改めて、うん、やっぱね、冷やすとうまいですね、うん、冷やしてきちっとしてやってあげるとより味わいの凝縮感というのが増してきますのでね、うん、ぜひ冷やして飲んでください。良いですね。さあ、これに何を合わせるかです、問題は。やっぱちょっと肉系ですね。ってことでですね、はい、今回ですね、缶詰でいきますよ、はい、缶詰、ちょっと合うかな。大事、牛肉のバルサミコソース、イエーイ。まあそのちょっと缶詰さんもね、ちょっとやっぱり味わってみようかなと。9月のね、週でもね、いろいろとやらせていただいたので、さあこれがどういう風にあるのかやってみたいと思います。ちょっと一応ちょっと見せてください。うん、開けちゃったんですか。どうぞ開けちゃってください。まろやかな酸味の特製ソース使用、湯煎5回湯煎して美味しいと書いてあります先生。あ、一回じゃあ開けちゃっていいですか。開けちゃったから、いけそうですか。いけそうです、いけそうです。ちょっとこの湯煎すれば、このちょっと上の油が、あ、危ない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 。先生読んでなかった。ちょっと読んでなかったですね。え、ちょっとさ、レンチンしましょう。はい、レンチンします。はい、少々お待ち。あ、最初食べなくていいですか。じゃあ食べよう。もしかしたら湯煎しなくてもいけるかもしれない。じゃあ行ってみたいと思いましょう。します、はい、行きます。うん、あ、うん、ちょっとビーフジャーキーの柔らかいバージョンみたいな。うん、何に普通に合いますか。あ、なんか、うん、これ、ね、ずっと飲んでられます、ね、あれって、あれなんか予想以上にあって、なんか僕たちもちょっとびっくりしちゃってるっていう感じ、うん、俗にちょっとレンチしてみようか。そうですね、これはなんか小皿があるから。ちっていい、お前、え、あ、やべ、なんか落としたと思ったらそういうこと。何かもしれない、それもカーペットの上に気持ち上がってごめんなさい。もうゲートしました。やってくれたね。失礼しました。これ明日洗わなきゃじゃん。と、やっぱり何か問題が起こるもんですね。明日天気悪いんだよ。さっきここでこぼさないと思ったら、一番やばいところにこぼしちゃいました、ね。まだこっちでこぼした方がいい。まずそっちでこぼしてほしかった。失礼します。失礼しました。と、本当だよ。仕方がない。こぼしちゃったもん、仕方がねえから。そうですね。そうですよ、ちょっとね、こ前を向いて歩きましょう。あっつ。よし。チンしてきました。あら、いい感じ。あっついね。熱いです。なかなかあっついね。行きたいと思います。行きます。うん。うん。あったかい方が飲みが出るか。味わいはいいね。うん、合うね。うまいっすね。合います。じゃあこの缶詰だけでも全然いける。まあこれだけでもなんか80弱はいく。そうですね、うん、でちょっとさ、うん、スパイシーさ欲しいね。そうですね。ってなるとやっぱりブラックペッパー欲しいのと、ブラペ、からしね、からしブラックペッパー大量につけました。いきます、いつも通り。うん、素材自体が合いますね。うん、うまいね。より美味しくなった。うん、いいと思います。合格。これは欲しい。合格。これはね、
あの缶詰の牛肉ブラックミートソースだけでもいいですけど、ブラックペッパーを入れるとより美味しいですね。これうまいじゃん、うん、これうまいっすよ。あ、結構驚き。これめちゃめちゃいいっすよね。うん、缶詰を、まあ、温めて、はい、からしとブラックペッパー、うん、てかね、これさ、言ってみればさ、前回やってたあ、サンマのあ、かば焼きか、サンマのかば焼きがただただ缶詰のバルサミックソースになっただけなんですけど、まあ、そこは言わないで置いてもらっていや、でも非常に合いますので、うん、ぜひね、おいしい、あ、決まりましたね。これはね、ぜひね、缶詰、うん、こちら牛のバルサミックソース、はい、ちょっと温めたのも美味しいですね。やっていただければいいと思います。間違いない、バッチリ合います。いや、意外と早く決まってよかったね、これ嬉しいですまあね、僕たちね、今回、まあ、5本撮影するんですけども、まずこれ第1弾、はい、トータルでね1時間半は間違いなくかかるだろうというふうに思ってます。どっかでつまずく、絶対どっかでつまずくあ、これね、まあ、撮影時間から10分、まあ、はい、なかなか楽、いや、すごい嬉しいです非常に楽、ね、中にはね、ズカちゃんが僕のカーペットの上にね、このバルサミコソースをね、はい、ぶちまけるっていうね。今ねちょっとカーペットも意識しないとありましたけども、まあ、とりあえず、はい、決まりました。ぜひですね、このイントゥーカブに関してはですね、こちら缶詰、牛缶詰、はい、缶詰ですね、牛肉のバルサミコソースのやつをですね、はい、買っていただきまして、ペッパー、ブラックペッパーと、そして、からしをやっていただけば非常にマネージしますので、マネージポイント、美味しい、本当にマネージポイント、はい、90いってもいいですか。うそでしょ、行き過ぎですかね、行き過ぎ、マジで行った、あ、どうしよう、そこに行った、88か、あ、いいっすよ、あのマリアージュポイントに関してはズカちゃんの全て主観で決めるように決まってますんで、なんか流れになってなっちゃったんで、いや、普通にこれとこれで僕の中では84ぐらいかなと、うん、あ、そこまで行ってたんですね、はい、あ、僕80弱とか言ってたけど80今日行ってたんですね、80今日行ってましたで、あ、からしブラックペッパーで、あ、90はちょっと行き過ぎだなと自分でも思ったんですけど、88かな、なるほど、いや、88点ということで、あ、いや、いいですよ、いいですよ、はい、美味しいです、はい、ということで88点でございました、はい、ということでですね、イントゥーカブに関してはやっぱりこれを使っていただければいいと思います。あと他に何かね、こう見つけていただければ、はい、ぜひね、何と合わせたかっていうやつはですね、コメントなどなど、はい、いいねとチャンネル登録のほどもよろしくお願いします。ちゃんと見ておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。じゃあ次は第2週ですね。第2週はですね、ベンドのシャルドネですね。ベンドシャルドネ、はい、カリフォルニアのやつでございます。さあ何が出てくるのか、合わせるのはね難しいの か、ですが、やっぱりね、缶詰でいきますよ、はい、また缶詰でいかせていただきますので、お楽しみに、はい。